マイナー武将列伝、政宗の敵から一転、一族扱いに。十文字槍の名手は交渉上手、大内貞綱。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、大内貞綱について紹介していこうと思います。こちらの武将は石川雄一様よりリクエストをいただきました。動画にさせていただきましたので、お楽しみいただければと思います。今回ご紹介する大内貞綱という武将は、伊達政宗に敵対し、家臣や領民をなで斬りにされたものの、一転家臣となった人物です。その後は政宗に尽くし、ついには一族扱いを受けるまでになりました。一体どうして彼は生き延び、政宗の信頼を得るようになったのでしょうか。下克上を果たした大内氏。大内貞綱は天文14年1545年、陸奥足立郡小浜城主大内義綱の息子として生まれました。陸奥大内氏は代々千代の松石橋氏の重臣でした。義綱は石橋久義に仕えていましたが、やがて力関係は逆転し、義綱が久義を塩の松城の二の丸に幽閉すると実権を掌握したのです。そして永禄11年1568年、田村氏と通じた義綱はついに久義を追放し、下克上を果たしたのでした。以後義綱は田村方となり、貞綱はこの頃に田村高明の返帰を受け、明憲と名乗っています。そして父義綱は田村氏の使者として伊達輝宗のもとを訪れ、二本松義継との朝廷交渉を行うなどしました。ここで二本松氏との関係が深まったのか、後に貞綱は二本松義継から田村氏、二階堂氏の仲介を頼まれてもいます。田村氏からの独立を果たす。やがて家督を継いだ貞綱ですが、従っていた田村氏との間に険悪な空気が漂います。というのも、田村氏の家臣と自分の弟片平親綱の家臣とがいさかいを起こし、その処分が貞綱にとっては不満を抱くものだったようなのです。そもそも田村氏に従ったのは父義綱の時のことで、貞綱としては完全に独立を果たしたいという思いもありました。悪化する貞綱と田村清明の間を取り持とうとしたのは二本松義継でしたが、決裂し、二本松氏は貞綱方につき、貞綱は田村氏から離反します。この時明憲の名を捨て貞綱へと改名したのです。貞綱が頼ったのは芦名守氏でした。強力な後ろ盾を得た貞綱ですが、一方の田村清明は娘の孫姫を伊達輝宗の嫡男政宗に嫁がせて関係強化を図ります。ただ大内田村間の仲は険悪だったものの、それに対して伊達輝宗は積極的に関与せず、貞綱の独立は認められる形となりました。そして貞綱は輝宗のもとで相馬氏などとの戦いに参加するようになったのです。田村氏に勝利するも伊達政宗に従う姿勢を見せる。しかし田村清明との関係はやはり好転しませんでした。貞綱はだんだんと田村氏への攻撃を本格化していき、天正11年1583年、田村方の石川光政を攻め、これを契機として両氏の間は激戦となったのです。貞綱は芦名守高の支援を受けていたため、最終的には勝利を収め、以後もたびたび田村氏を任し、完全に力関係を逆転させていったのでした。天正12年1584年、伊達政宗が家督を継いだ際、一応貞綱は引き続き伊達氏に従う姿勢を見せます。しかし
政宗の正室女子姫は田村氏の出身となれば、政宗は当然田村氏寄りになりますよね。当初は定綱のバックに芦名氏がいたので、若い政宗はまだどうこうしようというつもりはなかったのですが、芦名盛隆が殺されて芦名氏の中で家督争いが起きてごたごたしてくると、がぜん定綱の立場は揺らぎました。そこで定綱は突然米沢城を訪れて政宗に面会し、正式に政宗へ奉公すること、そして自分の妻子を米沢に住ませることを申し出たのです。意外な申し出に驚いた政宗ですが、しかしそれを承諾し、定綱は一旦領地へと帰っていきました。やっぱり政宗に敵対。しかし小手森城をなで切りにされる。ところが年が明けても一向に定綱は米沢にやってきません。いつの間にかあの話はなかったことのようになっており、政宗は激怒しました。当然です。するとそれを案じた父照宗が定綱に使者を送り、約束を守ってほしいと頼んだのですが、定綱はわがまま放題の政宗が治める家などに未来はありません、照宗公に恩はありますが器量にかけたバカ息子には何の用もありませんぞと言い放ったのでした。すごい威勢。まあこの発言にはいろいろ背景があったようで、定綱としては反伊達を掲げる芦名佐竹連合などが強力であるため、まだ若い政宗率いる伊達氏につくのも不利ではないかと考えたという話もあります。しかし政宗だって売られた喧嘩は買いますよね。そして天正13年1585年、政宗は大内討伐に兵を起こし、小浜城の市場である小手森城を包囲したのです。伊達勢の攻撃は凄まじく、一説には8000丁の鉄砲を城内に撃ち込み、城主の菊池秋綱以下、城兵や女性、子供、牛や馬、犬までもなで切りにしてしまいました。その数は1000に及んだとも伝わります。ついに政宗に降伏する。小手森城の秘宝に接し、定綱はたまらず小浜城を捨てて二本松義継を頼り、その次に芦名氏を頼って逃げていきました。ちなみにこの時定綱を保護したことで二本松義継は政宗に攻められて降伏、領地召し上げを命ぜられて逆切れし、照宗を拉致ってもろとも射殺されるという事件が起きています。そしてこのあと芦名佐竹など南欧諸将連合と伊達氏による一鳥橋の戦いが起きるわけですね。さて芦名氏を頼った定綱は芦名相馬連合の一員として伊達氏との郡山合戦に参加しました。しかし政宗の勢いはこの頃上向いてきており、芦名相馬連合は敗北を喫してしまいます。そして定綱にとっても大きな決断をする時期が近づいていました。これ以上政宗に敵対し続けることはできない、そう悟った定綱は弟親綱と共に伊達重実と交渉し、降伏を申し入れたのです。そして親綱の片平城を明け渡したのでした。意外にも降伏を受け入れられ、伊達方として活躍する。意外にも定綱の降伏は政宗に受け入れられました。政宗だって定綱に不満がなかったわけではありません。しかし定綱らが明け渡すという片平城は芦名攻めにとって重要な拠点となります。また大内二本松の旧臣たちによるゲリラ戦が起きており、それを鎮めるためにも定綱の降伏を受け入れた方が得策と政宗は考えたのでした。ただその一方で定綱兄弟の伊達氏への離反により、芦名氏に人質となっていた彼らの母親が殺されてしまっています。戦国の悲劇ですね。
その後、定綱は伊達方として得意の十文字槍を振るい、数々の戦場で活躍しました。天正17年1589年の釣上原の戦いでは、第二陣として敵方に攻め込み、同時に芦名氏内部との関係を生かして調略を成功させました。葛西大崎一揆の鎮圧にも功績があり、前沢城の城主に任命され、わずか数年で再起できたのです。後には文禄、慶長の役でも都会しました。京都の留守役という大任を預かる。豊臣秀吉による総武事例の後、諸将は妻子などを人質として聚楽台に送ることになりました。そのため伊達屋敷には留守役を置かなければならなくなったのですが、この時伊達重実と茂には綱元という重臣中の重臣が出奔してしまっており、片倉景綱は政宗のそばにいなければなりませんから、伊達氏は人材難となっていたのです。困った政宗は考えた末に、なんと定綱に白羽の矢を立てました。武勇に優れ、奥州の荒波を渡ってきた交渉力を持つ彼しかいないと考えたのでしょう。あれほどまでに敵対していたのに、そこまで信頼できたのは政宗の器が大きかったということでしょうか。そして定綱も政宗の信頼によく応え、留守役を立派に務めました。関ヶ原の戦いの時も京の伊達屋敷に在駐しており、上方の情報を伝えていたようです。慶長15年1610年、定綱は65歳でこの世を去りましたが、彼の功績により大内氏は一族の家格をもって遇されることになったのでした。まとめ、父大内義綱の時に石橋氏を下克上した。定綱が家督を継いだ後、田村氏から独立を果たし芦名氏に接近した。田村氏とは熾烈な勢力争いを演じ、勝利を収めた。伊達政宗に従う姿勢を見せるも、約束を反故にし、お出守城をなで切りにされた。政宗の勢いに抗しきれずと見るや、弟と共に降伏した。降伏を受け入れられると、伊達方の武将として武勇を存分に発揮した。政宗から京の伊達屋敷の留守役を命ぜられ、信頼されるようになった。こんなに政宗に敵対したのに、味方になったらこんなに信頼されるようになるなんて、こういうことってあるんですね。奥州の群雄割拠状態はとても複雑でしたが、その中を生き抜くためには、敵に膝を屈することも厭わない主でなければ、家を守ることもできなかったのでしょう。定綱の能力はちゃんと政宗に見極められていたのでしょうね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。